黄金の風。2001年のイタリア、ディオの息子でありながらジョースターの血統を受け継ぐジョルノ・ジョバーナ。ギャング組織パッショーネに入団した彼は、正義を貫くため組織に反旗を翻した。そして何人もの仲間を失いながらも、ギャングのボスディアボロを激しい戦いの末に打ち砕いたのだ。ここは殺しちゃおうだな。俺はあちこちを放浪してきたからわかる。間違いねえ、ここはイタリアの殺しちゃおうだぜ。エジプトからイタリアまで一瞬で移動したってのか。場所だけじゃねえ、時代も変わってるはずだ。おい、ジジイたちはどこだ。俺たちとは違う場所に出ちまったみたいだな。何？大勢で光の日々に入ると移動先が少しずれることがあるんだよ。とは言ってもだ、そんなに離れた場所じゃねえ。すぐ近く、そこら辺にいるはずだ。コロッセオを回って他の連中を見つけようぜ。ああそうだ、一つ言っとく。遺体は異変を鎮めるたびに共鳴しやすくなっていく。もし異変に囚われてるやつと出くわしたら、俺がやったみてえにあんたの持ってる遺体でどんどん解放してやりな。聖なる遺体の導きに従って行動すること、それは聖なる遺体に至る最短の道なんだぜ。やれやれだぜ。そういうことは早く言いな。あれは次にやったのね。あたしたちなのね、勝ったのは。ついに。ブジャラティも魂は戻ったが、肉体は負傷している。コロッセオで俺たちがどうなったか気持ちが煮立ってるはずだ。行くぞジョルノ、ブチャラティを治療して故郷に帰ろうぜ。ああ、行こう。今行くよ。ミスター、トリッシュ、どこだ。いない。さっきまでここにいたのに。
チャラティ、無事だったのか。あんたの魂は空に登っていったとばかり。ミスタとトリッシュは拘束させてもらった。俺のジッパーでな。そしてジョルノ、お前が死ねば何の問題もなくなる。スティッキーフィンガー。今ゴールドエクスペリエンスで触れて分かった。ほとばしるような生命エネルギーを感じた。理由は分からないが別人だ。このブチャラティは今までのブチャラティではない。あのお方に届きうる能力を持つ者は消す。あのお方だって何のことだ。やれやれ。どうやら異変ってやつが今まさに発生しているようだな。誰だ。観光客か。引っ込んでろ。怪我したくなけりゃな。一般人は知らなくていい世界がある。おお、どんな世界だ。ぜひ教えてもらいてえな。警告はしたぜ。敵！あんたもスタンド使い。しかも強い。スティッキーフィンガーズより早く殴るなんて。貴様、貴様もスタンド使いか。そのパワーとスピード、まともにやり合うのは危険だな。ここは二人に任せるとするか。二人？ブチャラティ！消えた。逃げられたか。まさかナランチャのエアロスミス。ナランチャ、あなたまで。覚悟してもらおう、ジョルノ。二人でやんのかよ、フーゴ。エアロスミスとパープルヘイズでよ。おい、おめえもスタンド使いだろ。
てえかしな。あいつらを元に戻してやる。はい、わかりました。九条丈太郎だ。名前を聞いておこうか。ジョルノ・ジョバーナです。すぐ楽にしてやる、僕のウイルスで。お前ら蜂の巣だぜ。オープンだけ。死ぬのは僕の能力を見るお前の方だ。そこで二人で行くぜ。ええじゃねえか。なんてスタンドだ。圧倒的なパワーと超精密な動き、2つの特性を兼ね備えてる。
強すぎる。こんな奴がいるなんて、近寄られるのはまずい。離れて体勢を立て直さなくては。待ってください、フーゴ。消えた。逃げられたか。だが一人は捕まえたぜ。わかりますか。俺どうしてたんだっけ。丈太郎、どうした、何があった。異変ってやつに出くわしたところだ。これは逃げていった二人を追跡しろってことか。ジジイ、科教員、こいつを見ていてくれ。俺たちはこの光の中に入って逃げた奴らを追う。いいな。これでブチャラティたちを追うことができるのですか。わかりました、行きましょう。ここはネアポリス駅だ。コロッセオからネアポリス駅へ移動したのか。この場所のどこかに奴らがいるはずだ。さっさと探すぜ。何ですか。お、丈太郎、探したぜ。ポルナルフ、こんなところにいたのか。そいつは何だ。このカメか。ホームの向こうにいてよ。
誰かに踏まれるんじゃねえかと思って水飲み場まで持ってきてやったんだよ。丈太郎さん、何かあったんですか？誰だ？ジョルノ・ジョバーナ。この時代での異変に巻き込まれた当事者だ。この人はどこかで見たことがあるような。紹介するぜ、ジョルノ。この男は、まさかここまで追ってくるとは。ブチャラティ。光のひびを使って追ってきたのか。お前たちも聖なる遺体を集めているのか。奴が異変か。叩きのめして遺体の光を当てればいいんだよな。接近パワー型のスタンド使いだ。気をつけろ。任せとけ。いいだろう、やるというのなら構わん。こちらも徹底的にやらせてもらおう。徹底的にやる味方を呼んだ。味方？フォルナレフ。なにゃ！てめえはバニラアイス！どうした？そんなに驚かなくてもいいじゃないか。動揺する、それは恐怖するということだぞ。お前は俺に恐怖を抱いているな。やかましい！丈太郎、奴の相手は俺がする。僕も戦います。ブチャラティ、あんたのためにあんたを倒す。今度は逃がさん。必ず仕留めてやる。ここで息の根を止める、ジョルノ・ジョバーナ。オープンだけ！シッキーフィンガー！ふっ！この毒性が！お願いします！おう！シッキー！ふっ！覚悟してください！
覚悟するのはお前たちだ。僕の未来のためにとなるという覚悟をな。いい攻撃じゃないか。何を遊んでいるのか。行くぞ。シキーフィンガーズ。シキーフィンガーズ。何をやったってしくじるもんなのさ。シキーフィンガーズ。お願いします。おう。僕の未来のために。調子に乗り落ち終わりだ。死んだ。行くぜ。よかろう。矢のパワーを。まだ動ける。ゴールドエクスペリエンスレクイエム。黙って引っ込んで。天がちょっぴりだけ許してくれた。俺もすでに読んでいたぜ。貴様、許しにと。ええ、攻撃をつなぐんだ。シルバーチャリオット。今度の剣さばきはどうだ。ひとたまりの前に。行くぞ。シキーフィンガーズ。お願いします。おう。私一人で十分だ。ここを押すわけに。ふわ。何？お願いします。おう。どうだ。さま。目を覚ましてください、ブチャラティ。今度という今度こそあの世へ行きやがれ。その剣相変わらず鋭いな。気に入ったぞ。お前を倒せばあのお方はさぞお喜びになるだろう。チッ、またあのお方かよ。誰だそいつは。私が忠誠を誓うのはこの世でただ一人。何？ポルナレフ、お前は私のスタンドが飲み込んで殺す。なんだと？てめえ待ちやがれ。ジョルノ・ジョバーナ、やはりお前の能力は厄介だ。
だが次はない。ブチャラティ、逃げられてしまったか。おい、ひょっとして今のバニラアイスという男。ああそうだ、アブドゥルとイギーをやったクソ野郎だ。あいつも異変のせいで蘇ったってことか。火に当てて塵にしてやったのによ。待てよ、おかしいな。野郎はディオの血で吸血鬼になってたはずだ。昼間にこんな場所へ出てこられるわけがねえぞ。別人ではないでしょうか。ブチャラティ、ジッパーを使う男のことですが、理由があって彼の体には生命エネルギーがゼロの状態のはずでした。ですが先ほど戦った彼にはエネルギーが満ち溢れていた。同一人物だが別人、そうとしか考えられない。いや、そう言われてもよ。正直に言うとだ、俺たちも何が起きてるのかよく分かってね。いろいろ知ってるはずの案内人はいるが、なんというか、ちと大雑把すぎる野郎でな。あ、遺体が共鳴し始めたぜ。この駅のどこかに聖なる遺体があるようだな。
ゴールドエクスペリエンス。遺体の部位は全部で何個だったっけ？スピードワゴンは全部で9個あると言っていたな。ふう、先は長いぜ。お、なんだ、聖なる遺体をもう見つけちまったみてえだな。来るのが遅れちまってすまねえ。コロッセオでこの二人と出会ってよ。事情を説明するのに手間取っちまったんだ。だったのね。ミスター、トリッシュ。そうか、ブチャラティが離れたからジッパーの効力が消えたんですね。なあ、教えてくれ、どうしてブチャラティが俺たちを襲ってきたんだ。それに、なぜナランチェが生き返っているの？何が起きたんだ？俺、何も覚えてねえ。僕にもよくわからないんだ。でも、あなたはご存知なんですね。スピードワゴンだ。詳しい話は後でさせてもらうがよ。俺たちは聖なる遺体の部位を集めてる。そして、それにはあんたたちの協力が必要なんだ。頼む、俺たちに力を貸してくれ。一つだけ確認させてください。この聖なる遺体の光を当てればブチャラティやフーゴは正気に帰る。そう考えていいのですね。ああ、そうだ。わかりました。僕たちも協力しましょう。あ、そのカメは？おっと、そうそう、こいつを見てくれ。
ミスターたちに教えてもらったんだが、この亀、背中が不思議な空間につながっててよ。中が何人でも入れるくらい広い部屋になってるんだ。この亀を利用すれば光のひびで離れ離れになるってことは防げるぜ。見てろ、こうやって入るんだ。消えた。もしかしてスタンド能力か。この亀スタンド使いなのかよ。待ってください。ん？俺？ずっと気になっていたんです。今はっきりと分かりました。あなたの正体が。正体だと？何のこった？あなた、亀のポルナレフさんですね。いや、は？なんだって？そうだよな、俺もさっきからずっとそう思ってたんだよ。俺も。あんた、亀と入れ替わってたポルナレフだろ。亀と入れ替わってた。亀の時よりも若い感じがするわ。亀の時？おい、ちょっと待て、話が見えねえな。まるで俺が亀になるみたいなこと言いやがって。あ、イタリアのジョーク。ねえ、ひょっとして言うのまずかったかしら。ここんとこ異常なことばかり起こってたんで、感覚が麻痺しちまってたがよ。冷静に考えると亀になるって相当ショッキングなことだぜ。黙ってた方がよかったか。ジョルノ、お前が言い出しっぺだからな。お前が何とかしろよ。わかりました。すみません、気のせいでした。何でもありませんよ。ジョータローさん、亀の中に入ればいいんですね。お先に失礼します。そうそう、気のせいだったぜ。ごめんなさい。あんたはよ、亀にならないからよ、安心しろよな。おい、待ちやがれ。説明しろ、おのれら。気になるだろうが。
何かわしらにはよくわからんが、ポルナレフと彼らには縁というかつながりがあるようじゃな。やれやれだぜ。科教員はもう亀の中に入っとる。さあ光の日々で移動するとしよう。やはり聖なる遺体に導かれたか。ジョルノ・ジョバーナ。